お笑いコンビトンネルズのメンバー石橋貴明は21年に女優鈴木保奈美との離婚後、4人の娘と共に独身生活を送っており、料理が趣味であることを明かしました。正月には娘たちのために3日間雑煮を作り、昆布だしを取るなど料理に対する熱意を見せました。料理についてセンスが重要と語り、お笑いに対する自己評価は控えめながら、料理の腕前には自信を持っている様子でした。特にサンドウィッチマンの富澤たけしを料理のセンスで高く評価し、伊達みきおのツッコミに対しては笑いを交えながら料理のセンスの重要性を強調しました。石橋貴明がバラエティのゲスト、時代の移り変わりを肌で感じた。なんで急に地上波テレビに出るようになったの？松本人志がいなくなったから。石橋レシピ懐かしいわ。サンドとの掛け合い面白かったわ。言うて62歳だしな。金があるから好きな仕事だけやって、求められたら出てってもらうせいだよね。また料理番組やれよ。